今さらオーディションってね。プロデューサーのザキヤマと申します。演技は素人以下です。今日は勉強させてもらうつもりで審査させていただきます。ならば俺はお前のためだ。お前のためにこの命として戦おう。圧倒されます。すごいですよ。もうね、コーツつけがたいです。これがプロの演技だよ。どうしたの？どうしたの？おしっこ行く？どうした？新人なんで難しいことはわからないんですけど、お二人とも胸から上だけを意識して芝居していて勉強になりました。私は頭のてっぺんから足のつま先まで役になりきってしまうので、まだまだだなって。かつての仲間から突然後ろから刺されるという、こういうシーンですね。まさかお前が？はい、素晴らしいです。もうね、もう全身で芝居してたね今。私ならまず脇腹が痛いということに対して肉体的反応してしまいます。その次にただの痛みではなくナイフで刺された痛みであることを理解し、その後刺した相手を認識、そこで初めて相手に対する精神的反応といいましょうか、相手に対する怒りと失望が湧き上がるという回りくどい芝居をしてしまうと思います。ゴー。楽しかったよ。はい、終わり。なあ、もういいからもう出てこいって。これ多分ガチのやつです。制限時間以内に答えられなかったら俺たちは死にますか？はい。お前もさ、少し前まで俺たちに似たようなこと思ってたろ。なんだよ似たようなことって。先に挫折した俺たちが安月給でこき使われてんの見て優越感に浸ってなかったか？金はなくても自由な俺の方がかっこいい的な。喧嘩やめましょうよ。下には下がいるって安心するのも大事なことですから。いや、だってお互い相手に優越感を与え合ってたんだから、ある意味最高の友達じゃないですか。いや、実際私も将来への不安めっちゃあるんですけど、皆さんよりはマシかなって思って今すっごい心安らいでますから。